皆さんこんにちは、おしゃれ道場師範の青柳です。雑誌 の連載で、おしゃれ道場という連載をずっと長くやらせていただいておりまして、その連載が終わってから2年半近く経ってしまいました。それで、皆さんからまたやってほしいという声をいただきまして、この度オンラインサロンで、復活することになりました。5月15日からスタートします。このおしゃれ道場というのは、皆さんがおしゃれをして行く場所を提供するですから、着替えてここのオンラインサロンに行って遊びに行くという感覚、それをこう皆さんで、会員の中の皆さんで、あいつの着こなしこうだな、こいつの着こなしこうだなみたいなことでこう盛り上がっていけるような、そういうサイトになってます。その他に、僕のなんか持ってるものだとか、それからこの展示会でこんなの面白かったよなどなど、いろんな情報をお伝えしてまいりたいと思ってますので、ぜひご参加をお願いします。オンラインサロンですから、どこでもお好きな時に見られる、これがいいですね。こういうご時世、コロナなどのこういうご時世になってしまったので、なかなか嫌なことをちょっと考えね、リアルなことを考えて嫌な風になってしまったりするんですけど、やっぱりこのオンラインサロンでやっぱり訴えたいことのもう一つっていうのは、やっぱりこういつでもこう胸にこうファンタジーを、ファッションは楽しみ、平和な世の中の象徴、そういうことで、続けてまいりたいと思ってますので、どうぞ、気軽に入っていただけるようによろしくお願いいたします。お待ちしてます。